ああ、首が。はい。今日はなんとですね、コラボのお声がかけていただきました。はい。どなたでしょう。こんばんは、マサタビでーす。マサタビでーす。やばいやばい。心霊になってる。マジでホラーじゃん、これ。怖い怖い。今日はですね、なんと、そういう雰囲気じゃないか。初めてフォレスターでお試し車中泊をしに行こうと思っておりまして、吉見町のいちごの里道の駅に向かっております。こんな夜遅くになってしまったのはちょっとゆうじくんがねお仕事で押してしまったということでいいですかね。いや、そうでしょう。ただいまの時刻、22時30分。やば、大迷惑じゃん。まあ、車内でこっそりとご飯だけ食べて、机使ってみて、寝て起きて朝ごはん食べてって感じで行こうと思います。はい、はい、行ってみます。またも来ました、いちごの里道の駅。意外と人いるんだね。あ、もう結構止まってるね。トラックすごいいる。すげえ、びっちりじゃん。ねえ、びっちり。でも人がいた方が安心だね。埼玉少ないもんな。まあね。あー、いいね、ハイエースもいっぱいいる、うん、ドリンカーズさんとこの辺でコラボしたね。すごいね。懐かしいね、でっかな、うん、どうも来てない。怖い。意外といいんだね。そうなんだよ。いいんじゃない、ど真ん中で。ユージが来ないのでお先にカットします。やばいな。夜遅くなるから電子レンジでチンです。全然車中泊飯じゃない、電子レンジ使ってる。はい。ゆうじのダイエットなの。
投げてたけど投げてないよ。しめじ、わあ美味しそう。あとね、ダイエットだからうどんは2玉しか買ってないよ。これイエス、ヤオコうどん1個3円安っ。さあ一回煮込んじゃったんです。めっちゃいいですよ。すごい量だよ。結構あるよね。野菜、かぼちゃも入れたから。帰る。いただきます。いただきます。待ってた。うまそう。やっとのご飯ね、今11時ぐらい。やばいよ。わーつるつる。38円のうどん。うん、うん、味ちょうどいいじゃん、うんうん、薄すぎず濃すぎず。でしょ。うん、うまい。でしょ。おいしい、うん、ちょうどいい。うまい。めっちゃうまい。久しぶりのご飯だから倍美味しく感じる。うん、うん、意外とこれしたらいけそうだね、ご飯。いや全然いけるよ、うん、こうやってやってれば、うん、結構この机危ないからさ、ビス打ちをしてもう確実に止めて、そうだ、ねね、ひっくり返っちゃったら火傷するので、うん、足にちょっとビス打ちするのと、うん、ちょっとシャレにならん、うん、あと足の上に何かかけた方がいいね。うん、なんかそうだね、跳ねたらちょっと危ないね。うん、やっぱり、うんうんうん、ちょっと対策を練りたいと思います。いい車中泊になった、うん、まだしてないよ。ご飯しか食べてない。うん、うん、完食。お疲れ様でした。ざっとアルコールで拭きますね。ちょっか、はい、綺麗に拭きました。綺麗。
ってたの。暑い。よく寝た。暑いな。うん。よいしょ。うん。で、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 が。おはようございます。よいしょ。暑い。換気しよう。よいしょ。うわ、やっぱ結露が。涼しい。朝首に悪いこれ。いやばい、ボツサバさん雪言ったこの机やばい、やっぱダメだ。よし、よいしょ。あ、首が。わあ、ビキ言った。わあ、またビキ言った。ビス飲みしないとダメだな。やば、もうダメだこれ。もう2本目いってるじゃん。バカバカ4本ぐらいいった、全部いった。全部じゃん。足が倒れた。倒れた。ああ。やばい、荷物の山が。今日はひどい。これ相当コンパクトに考えてやんないとね。うん。毎回大変。リストなんないとダメだよこれ。うん。軽量。頑張る。うん。はい、今いちごの里よしみにいますが。はい。今日はなんとですね、コラボのお声がかけていただきました。はい、イエーイ。ありがたいことに、ことにインスタの方から DM いただいて、ね、ありがとうございます。コラボのお誘いをということでいただいたので、ね、早速会いに行きます。はい。行くぞー。どなたでしょう。誰でしょう。じゃじゃーん。こんにちは。どうも。こんにちは。はじめまして。またたびです。夏プロ様の、はい、ご夫婦です。はじめまして、夏プロと申します。あんちゃんです。ブライアンです。あんちゃんさん、ブライアンさん、なんと、はい、ブライアンさん今日お誕生日だそうで。わー、おめでとうございます。30歳になりました。おめでとうございます。まさかね。僕らこの黄色いハイエースに乗って日本で使用しています。はい、はい、めっちゃ可愛いよ ね、この黄色。丸めが可愛いし、色もすごい目立ってね。わかりますか、皆さん。めっちゃ可愛い。中もウッド調なんですよ。見てもらえたら。ちょっと外壁にしよう。よかったら見てってください。はい。こんな感じで。よいしょ。めっちゃかわいい。パネルがウッド調と、あとチェアがレザー調になってます。うん、ねえ、素敵。ね、いいよね。ねえ、めっちゃかわいい。いや、いいね。なんかこれだけでもうさ、QOL が上がる。映える。ねえ。後ろの方も。すごい。広いね。素敵や。いいね。ねえ、めっちゃ色もなんか統一感あって。それしか出てこない。いや、奥のね、白いカーテンが気に入ってる。私。すごい。ねえ、めっちゃいいね。今何軒目でしたっけ。今4月から僕らは旅を出て、うん、10月今末ぐらいで20軒終わりました。まあ半分弱ぐらい、うん、そうですね。でこれから徐々にこう西の方に、関西として九州の方を回っていきます。おー、うん、じゃあうちらもさ、下の方から行く予定だから、もしかしたらまたね、またどこかでお会いして、ね、お会いしましょう。はい、キャンプが好きなんで、ね、キャンプ、キャンプ場で焚き火でもしながら、ね、そうですね、最高最高。できればゆっくりしたいなって思います。ね、最高です。
おお、黄色のかっこいいね、かわいいね、目も、ね、黄色の目立つしね、まん丸の面して、うん、真ん中トヨタのナンバー入ってるんですけど、うんうん、僕らもあのハイエースをもともとカスタムしてるフレックスドリームっていうところで、うん、このカスタムを仕切ったハイエースを新車で購入して、うんうん、で色もちょっとこう可愛らしい、うん、プーさんカラーの黄色にもらったものを乗ってますね。めっちゃかわいいね。みな皆さん黄色のハイエースを見かけたらぜひね声かけてもらえると、ね、声かけて嬉しいですください。なかなか多分見ないカラーだと思うんで、ね、見ないよね。もうかわいい、初めて見たと思う、ね、うん、黄色は本当に夏プロさんにいただいた甘酒をいただきます。いただきます、うん、優しいね。なんか新潟のすごい美味しいところのやつだ、うん、ね、めっちゃ八海、そうそう、八海、うん、さん、新潟だから絶対美味しい、うん、お米美味しいもんね。ね、これ振るの絶対美味しい。うん、振った方がいいんじゃん。いただきます。いただきます。これ甘酒、うん、麹だけで作った。うわ、どう、うまそれは。デザートみたい、めっちゃ美味しい。あ、やばいね、これ美味しい。いいなぁ、うわ、うまっ、マジうまい。いただきます。はい、やば、これグビグビ飲んじゃう、ゆうち。ちょっと味わって、味わって。あ、うまっ。3口くらい飲んじゃったよ。あ、うまい。あ、よく振ってって、こうやって。あ、よかった。めちゃくちゃうまい。おいしい、絶対ここ行こう。あ、おいしい甘酒ってこんなにおいしいんだ。全然違うんだね。今までまずいの飲んでたんだな。まずいのっていうか、まあこんな美味しいの、うん、びっくりした。こんないいものではなかったよね、うん、きっと。ごちそうさまでした、夏プロさん。ありがとうございました。ありがとうございます。また九州でお会いしましょう。トクレームマンね、軽食屋。意外と量は美味しそう。何円だっけ。これは野菜天盛りうどん750円。750円。これも750円。70円。初めてのお試し車中泊をしました。はい、結果、テーブルが壊れたので、壊れちゃったね。ビスをつけて頑丈にしたいと思います、うん、あと荷物も結構散らばって、やっぱちょっとルーフボックスつけたとはいえ、うん、やっぱステッパーゴンとは、ね、全然ね、幅が違うから、うん、もう本当に軽量コンパクト、主にミニマリスト目指そうと思います、うん、はい、っていう改善点が分かりましたので、引き続き準備を頑張っていきます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。